学校のからクレバーにログインこの操作をするのが大切なのは再度サインインしなくても他のいろいろな学校のシステムにあるアプリにアクセスできるからです。生徒が学習に必要なアプリはほとんど全てクレバーなアプリからアクセスすることができます。 AAPS から配布された Chromebook やノートパソコンから Clever というアプリにログインするためにはまずインターネットの接続を確認しますパソコンを開けるかパソコンの電源をオンにするとインターネットに接続されます次にコンピューターにサインインするために最初のサインインページの NEXT の青いいボタンをククリックしてくださいその次は先生にもらったクレバーバッジをカメラの前に出してくださいクレバーバッジがない場合は先生に問い合わせをしましょうあなたの Gmail ユーザー名とパスワードを知っている場合それを使用することもできますこれでクレバーにます ログインすることができました自分のパソコンを使用してログインする場合次のクレバーウェブサイトにアクセスする必要があります www.clever.com スラッシュインスラッシュ A2 スクールス クレバ,ーバッジログインをクリックしてクレバーバッジをカメラの前に出してください。これであなたのパソコンからクレバーにログインすることができました。